香林坊東急スクエアにあるハンズ金沢店。ひまわりや朝顔など夏らしいデザインのメッセージカードがずらり並んでいます。そんな中、私が気になったのはこちらです。見ててくださいね。見えますか？聞こえますか？花火の音まで聞こえるんですよ。そう、とっても素敵ですよね。思わずたまやってそう言ってしまいたくなるぐらい素敵なメッセージカードです。ね、大切な方、そうなんですよ。大切な方に送ってみては、夏のご挨拶してみてはいかがでしょうか。さあ、今日のパートナーは東京都ご出身の岩根さんです。よろしくお願いします。お願いします。岩根さんは夏の思い出ありますか？はい、父親に連れられて、江ノ島にいつも海水浴に行ってました、うん、江ノ島行くにはやっぱり江ノ電ですか？そうですね、途中で乗りますね、うん、素敵。やっぱり石川出身の私からすると電車で海なんて憧れますし、都会的でいいですね。素敵な思い出ありがとうございます。皆さんも夏休み楽しんでいらっしゃるかと思いますが、夏といえば祭りです、うん、ということで、はい、ハンズでも祭り開催中ですね。はい、年に一度の感謝を込めてハンズ創業祭を開催中です、うん、フライパンやタオルなど様々なお買い得商品をご用意しています。本当にいろいろあるんですが、この中でおすすめのものを教えてください。はい、自然由来の成分にこだわったブランドパックスナチュロンの商品は2点以上ご購入で 20% オフと大変お得になっております。石鹸にシャンプー、洗剤などたくさんありますけれども、この中で特に人気のものありますか？はい、こちらのキッチンスポンジです。泡立ち、水切れ抜群で丈夫で長持ち、ぬるぬるしないので大人気です。すごく人気だそうで、これはちょっと気になりますよね。お肌にも環境にも優しい人気商品です。この機会にまとめ買いするのがいいですよね。創業祭のお買い得品にはポイント10倍のものもありますので、ぜひ店頭でご覧ください。来月10日からは第2弾も予定しています。お得なものはお得な機会にゲットしてください。ハンズ創業祭、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。さて、まあ、連日とても暑い日が続いていますけれども、皆さんたくさん汗かきますよね。そんな時にすっきりしたい、お風呂、お風呂、お風呂にまつわる人気のグッズを紹介いただきましょう、うん、はいはい、夏はシャワーだけで済ましがちですが、湯船に浸かって疲れを取るのがおすすめです、うん、お子さん、お孫さんも喜ぶ楽しい入浴剤を揃えています、ね、暑い夏でもやっぱりお風呂に入って楽しいアイテムがあるということですよね、はい、人気の絵本パン泥棒のバスボールです。お風呂に入れるとパンの香りが広がり、中からキャラクターのマスコットが出てきます、ね、これお子さんでも、ね、一緒に入ると楽しいですよね。そう、パンの香りがどんなものなのかちょっと一緒に嗅いでみたい、お風呂に入れて楽しんでみたいです。シークレットものもあるかも、何が出るか楽しみですもんね、うん、はい、うん、そしてお隣が、はい、ロングセラーのお菓子ビックリマンチョコのバスフィズになってます。チョコレートの香りがする入浴剤はお菓子同様におまけシール付きです。上原の青春やん、これ。入浴剤が入ってるんですよね、はい、でそのそう青春ですよね、うん、この中にシールも入っているので、これはお父さんが喜んじゃいますね、そして隣のそう黄色い箱がですね、これ紅茶ですよね。でもこれ入浴剤なんですよね。はい、リプトンのティーバッグ型バスソルトです、ストレート、レモン、グリーンアップル、ミルク、ピーチ、5種類の紅茶をイメージした香りのいずれか1種類が3袋入っています、ね、パッケージも紅茶そのものですけれども、紅茶好きの森重さん、どの香り気になります？あ、ミルク、ミルクティー、ミルク、ね、なんか上品なお風呂になりそうですよ ね、 ね、 ね、これどれが出るかもそうお楽しみなので、飲んでた入浴して、ね、リラックスしていい気分転換にもなると思います。これそして入浴剤つながりで今回ぜひご紹介したいのがお伊勢さんシリーズです。心と体の浄化、デトックスをテーマにした質の良い天然由来の素材を使用した大人気のコスメです。どれ持ってるんですか？はい、あのシュシュってお伊勢さんのスプレーズがあるんですけど、右にあるすっごくいい香り で、 す、ね、ちょっと今から紹介するんで待っててください。すごい、そうなんですよ。おい、あのじゃあ行きましょうか、はい、中でもおすすめなのが、お清め風呂紙塩です。はい、お塩、あ、お守りのような袋にですね、大きく木と書かれたもの、あとシルエットのものがありますけど、これ何でしょうか？はい、木はエネルギッシュな香りでやる気を引き出すイメージのお湯、
黒はすっきりとした香りで断ち切る縁切りをイメージしています。こういう商品もあるんですね。ちょっとここぞという時に使ってみたいかもしれません。はい、そして、うん、お伊勢さんの中で一番人気がこちらのルームフレグランス森しめさんもこれです。すごくいい香り、それぞれアロマの香りが異なり、実は私も買ってみました。皆さんも持ってますこちらのお清め恋スプレー。これかな森しめさん試してみますか。そう、こういうバージョンなんです。このカードタイプ、カードサイズなので薄くていいですよね。ポケットからも今ね、岩根さん出していただきました。ちょっとじゃあ恋の香りお願いします。はい、ルームフレグランス。どんな香りね。すごくいい香り。いい香り。え、これ甘すぎるわけでもローズとかジャスミンとかなんか華やかなね、本当にいい香りします。これ人気なんですよね。全部吸い込んだ、華やかな香りで恋愛の気分が盛り上がるかもしれません。ね、お伊勢さんシリーズの商品は大人気なので、気になる方ぜひ早めにチェックしてみてください。本当に大人気だそうです。皆さんぜひチェックしてみてください。岩根さんありがとうございました。ありがとうございました。以上ハンズ金沢店からお伝えしました。あ、いや、吸い込まない。